ビズオンラインをご覧の皆様、こんにちは。スタイリストの昼いちかです。今回は GU で買いたい昼い的おすすめアイテムを5つご紹介したいと思います。それでは行きましょう。まず1つ目のおすすめアイテムがこちらです。じゃん、このニットのセットアップです。このトップスなんですが、それぞれ別売りになってまして、トップスがケーブルキーネックセーターというアイテム名で、お値段1990円になります。サイズが XS から XXL まで、色がこのブルーとオレンジ、ナチュラル、ダークブラウン、ネイビーの全5色があります。キーネックっていうんですけど、この首が少し切れ込みが入ってるんですよね。今季よく見るニットの形なんですが、とても首周りがすっきりするので、ストレートタイプの人にも結構ケーブルなんですがおすすめで、すごい小顔効果があってとっても可愛いです。すごいケーブルの編み地とかも柄がこの真ん中とこのサイドで編み地が違っていて、すごい細見え効果もあっていいと思います。これのセットのスカートなんですけれども、アイテムがケーブルニットナロースカートというアイテム名で、お値段がトップスと同じく1990円。サイズと色もさっきのキーネックセーターと同じみたいです。ニットスカートの方もケーブルの模様がすごい縦長効果があって、すごいスタイルアップにもつながっていいかと思います。あとこの丈感も結構長めで、こういうなんかセットアップになるスカートって微妙に中途半端な丈で短いのとかも多いんですけど、これはすごいしっかり丈が長いので、とっても大人の人にも着やすいと思います。これでサイズ M サイズになってます。150センチの私が合わせると、そうですね、このくるぶしぐらいの長さですかね。すごい割と地厚なので、お尻のラインとかも拾いにくそうな予感がします。ブルーの色合わせもすごい、このくすんだブルーの色味もすごい可愛いですよね。これがなんと別売りなんですけど、セットで着ると4000円以下で買えちゃいます。なんか素材なんですけど、アクリルが大半らしくって、こうアクリルの入ったニットって割と毛玉になりにくいアイテムが多いので、とっても扱いもしやすくていいかと思います。ネットや店頭で皆さん見てみてください。次におすすめしたいのがこちらのスカートです。チェックミニスカートっていうアイテム名で、サイズが XS から XXL まであるみたいです。色がこのベージュ と、ダークグレーとブラウンの全3色展開です。お値段がこれなんと1490円で買えちゃうみたいですね。すごいミニスカート、去年ぐらいからちょっとじわじわ戻ってきてるの皆さん気づいてますかね。ウィズ世代だと結構ミニ丈って懐かしく感じたりとか、もう長いスカートに慣れちゃって結構挑戦しづらい人も多いかもしれないんですけど、結構ミニ丈って合わせ方によってすごい大人の人でも履けちゃうアイテムなので、ぜひちょっと挑戦してみてほしいんですけど、これの高見えポイントなんですけど、わかりますかね。素材感がこうスイード調になっていて、このチェックの大きさもちょっとこう千鳥っぽいチェックだったりとか、いろんな細かいチェックとかが混じってるんですよね。色味もこうダークグリーンとブラウンとベージュが混ざっている、ちょっとシックな色味なので、大人の人でも取り入れやすい色味かと思います。おすすめのコーディネートとしては、結構私が今着ているようなちょっとふんわりざっくりした大きめのニットとかをゆるっと合わせて着るととっても可愛いと思います。さすがに生足とかだとちょっと子供っぽい印象になっちゃうので、タイツとかでつなげて、足元はブーツとかで合わせてください。黒よりも茶色とかが入っているので、ちょっとモカっぽい色とかグレーの色味とかで合わせてもらうといいと思います。次におすすめなのがソフトリッチストールというアイテム名で、お値段が1490円です。そう、1490円でストール、すごいこんな綺麗な色味のものを買えたらとってもいいですよね。なんでこのブルーのストール、チェックストールを
高見えアイテムに選んだかというと、この色味がとっても高級感があるというか、すごい大人っぽい色味なので、すごいいいなと思ったんですよね。画面でわかりますかね。ちょっとこう暗いグリーンが入って、ブルーだけじゃなくって暗いグリーンも入っていて、とっても今季ってすごいブラウンコーデとかも人気なんですけど、そういったブラウンのアウターとかにもとってもブルー合わせると鮮度が上がっていいかなと思うんですが、なんでこういった落ち着いた色味がいいかっていうと、チェック柄って色味が増えていくにつれて結構ポップな印象になっていくので、値段が安いものとか素材感っていうのがすごい如実に現れてくるんですよね。そういった意味でもこういった、プチプラのアイテムとかは、色味が落ち着いたものとか色味の数が少ないアイテムとかの方がいいかなと思います。ちなみにサイズ感なんですけど、全部広げてこれぐらいですね。すごい色とてもいいですよね。もうちょっとくるっとタオルにもちょうどいいサイズ感ですし、ちょっと縦に2個ぐらいいい感じの細さに折ってもらって、ちょっとくるっと、長さもすごいちょうどよくていい感じのボリューム感だと思います。で、この GU さんのストールなんですけど、すっごい色味がたくさんあるんですよ。ブルー私一押しって言ったんですけど、他にもこういったグリーンとか赤のチェックとかもあって、とってもいいと思います。あと無地もいっぱいあるみたいなので、その日着るコートの色味に合わせてたくさん買っても全然この値段だったらありかなと思います。とってもあったかいです。次におすすめしたいアイテムがこちらのコートになります。ブークレーオーバーサイズチェスターコートっていうアイテム名のもので、お値段が5990円です。サイズが XS から XXL まであって、色がこのグレーとブルーとパープルの全3色あるみたいです。私のおすすめポイントがこの生地感ですね。わかりますかね。ちょっと糸が混ざったような、ちょっとループ状になってるっていうか、なんかね、生地が本当5900円に思えないような高級感があって、結構ウールのコートって私本来だったらそこまでプチプラのものっておすすめしないんですよ。なんでかっていうと、もう素材感が値段で分かっちゃうっていうか、結構コートって冬の間こう存在感があるので、結構あんまりすごい安いものじゃない方が私はいいかなって思ってたんですけど、これは結構別かなって思いました。この生地に高級感もあるし、あと裏地も袖までしっかりついていて、とてもあったかそうで色味がシックでいいなと思いました。ちなみに羽織ってみるとこんな感じです。これはサンプルなので M サイズですね。でも M サイズでも意外と着れちゃうかなと思います。丈もそこまで長くないですね。ぜひ気になる人は店頭で試着してみてください。最後におすすめしたいアイテムなんですけど、こちらの靴になります。ジップアンクルマニッシュブーツという品名で、これが一部店舗のみの取り扱いになっているみたいです。お値段が2990円、サイズが S から XL まであります。色がこのダークブラウンとブラックベージュの全3色です。ちょっとお値段的にもフェイクレザーなんですが、すごい質感が本当今のフェイクレザーって本当によくできてるなって思うんですけど、高級感がある質感をしてます。真ん中のジップとかもちょっとマニッシュな印象でとってもいいですね。ヒールもしっかり太めであるので歩きやすそうだし、この足首までない、ブーツだけど足首まで長さがないので、とても足元抜け感が出て足長効果がありそうです。以上 GU のおすすめアイテム5000でした。どのアイテムも高見えするものばっかりでしたね。人気のものは売り切れる可能性もあるので急いでチェックしてみてください。ではまた次回。